こんにちは、宮沢優です。さあ今日の結論なんですけれどもね、宮沢の学級系のこだわりを紹介という何の結論でもないけれども、おすすめはしませんので、皆さんもね、よければ比較対象として、あ、こういう人もいるんだなとかね、ちょっと似てるなとかって思ってみてください。さあ今日なんですけれどもね、5つほど持ってきました。1つ目が朝の仕込み、2つ目が経長のない厳しさ、3つ目が授業時間を伸ばさない、4つ目が授業は子供が進める、5つ目、15時退勤を目指すということで、最後余談ね、少し喋ろうと思います。他の同僚の目とか気にならないですかなんてね質問を受けることがありますので、これにちょっとお答えしていきたいと思いますけれども、一つ目のね朝の仕込みっていうことで、僕はね朝早く行ってたんですね。学校の先生してる時にはですね、そんなこと言うと労働時間のこともあるし、別に早く行く必要なんかないじゃないですかっていうふうにね言われる人が多いと思いますけれども、まあその通りだと思いますね。子供たちが登校してくる前から担任としてねしっかり準備を整えて、子供たちをこう笑顔でね満面の笑みで迎えてあげましょうなんていう気はさらさらありますけれども、僕はそうしたかったんですよね。できちんと準備をしていました。じゃあどういう準備をしていたのかって言ったら7つしていましたね。こちらの7つです。まず1つ目教室換気してね、で2つ目黒板連絡おはようとかね書いてね、で3つ目ちょっと片付けなんかして、4つ目丸付け準備。丸付け準備なんか何にも必要ないじゃないか、赤ペンだけだろうってね思う先生もいるかもしれないけど、そうじゃなくって、仮に教室入室時に子どもたちがおはようございますって言って教室に入室してくるっていうルールを決めた学級があるんだったとしたら、じゃあ教室机丸付けをするポジションというのは大事なわけですよね。おはようを子どもたちが言えるようになりたいって自分たちで望んだんだったら、それを即座にアドバイスとかね、そういうことをしてあげられる場所で丸付けすべきだと思うんですね。僕はね朝丸付けする先生だったらね、ということで入り口か入室した すぐのところに宮沢が座って丸付けをしているっていう状況があったりするわけですね。で5つ目学年全体指示っていうことで、まあホワイトボードとか廊下に準備しておいてね、学年全体に今日一日頑張ることとかね、朝の全校音楽とかがあるんだったら今日はこの歌歌うからねなんて言ってラジカセでその音楽を流しておいて、もう全校音楽が始まる時にはもうエンジンかかってるような状況を、その自分の学年の子供たちにね対してこう準備をしてたりしてましたね。で最後じゃないか6個目、音楽ちょっと今のと被ってくるんだけど、教室の中でも音楽流しててなんか心が穏やかになるような、少しこうアコースティックなギターとかピアノとかオルゴールとかそういうものを音楽流して、子供たちが入ってきた時になんかこう、あ、なんか安心するなっていう感じの演出はしてましたね。で7つ目最後、隣の教室換気と電気1個っていうことなんだけれども、隣のクラスの先生がね学校に早く来る先生もいれば遅く来る先生もいて、まあそれは自由で好きにしたらいいと思うんだけれども、子どもたちが隣のクラスの子どもたちが教室入ってきた時に電気が暗くって窓も何にも開いてなくてドヨンとしてたらちょっと寂しいと思うんだよね。それを寂しいと言語化はしないかもしれないけども細胞で感じてると思うんだよね、それをね。でそれが僕は避けたかったので、隣のクラスの先生の教室に行って、失礼しますって誰もいないんだけど入って窓ちょこっと開けて換気して、電気をね1個だけつけてね、この黒板の前のところだけねファーってつけて、その隣のクラスの子供たちが入ってきた時に、あ、明るい、あ、ちょっと新鮮な空気が入ってきてるっていうのを細胞で感じられるようにしていましたね。隣のクラスの先生からしたら余計なお世話だったかもしれないし、不愉快な思いをしていた先生もいるかもしれないし、ありがとうございますって思ってた先生もいるかもしれないし、それは分からないけど、僕はそういうふうに、学年主任としてしたかったししていたっていうことですね。まあ、賛否両論あるんでしょうけども、いいでしょう、賛否両論あってね。2つ目経長のない厳しさっていうことなんだけれども、これは学校の先生としてこう厳しく接することもあれば優しく接することもあると思います。いろんな関わりがあると思いますけれども、ちょっと今この厳しさにフォーカスしてちょっと喋りたいんだけれども、大きな問題があった時ね、例えば心とか体を攻撃されてしまうようなそういう子どもがいた時に非常にこう厳しく当たるっていう先生は多いと思うし、宮沢もそうなんだけれども、そうじゃなくて小さい問題ね、本当にこう微細な、別にスルーしても構わないような問題というか現象があった時に、そういう時にもですね、宮沢は大きな問題と同じように対して、対応していた。それは違うんじゃないの、それはいいよね、それは良くないよねっていうのを、でかい問題もちっちゃい問題も同じように、もうやっていたっていうことですね。じゃあ宮沢がめちゃめちゃ細かくって普段厳しい人間なのかって言ったら、全然そんなことないんだよ。全然そんなことなくて、グデーとしたもうグデ玉みたいな、そんな人間なんだけれども、教壇に立ってる時はもう宮沢優衣、ティーチャー宮沢優衣っていう風にこうなってた感じなんでね、自分の中でね、その時に問題の大きい、ちっちゃい、シリアス、
シリアスじゃないとか関係ないだろうと、誠実にやっていくっていうふうに自分は考えていましたね。結果だから宮沢はものすごく厳しい先生っていうふうに同僚からも言われてたし、子供からも言われてたし、保護者からも言われてましたね。一番こうインパクトのあった言葉は、子供から宮沢先生のクラスがもうどんな学級よりも一番厳しいけど一番クラスは自由なんだよねって、わけわかんないんだよね先生のクラスっていうふうに言われたことはすごく、あ、面白いな、でも言えてみようだななんてには思いました。3つ目、授業時間を伸ばさないということでね、シンプルに自分が子供だった時授業時間伸ばされるのとか、職員会議で、会議の時間伸ばされるのとか嫌なんですよね。だから時間は伸ばさないというのは徹底してましたね。4つ目、授業は子供が進める。僕は授業を進めるときに子どもたちがね司会をして授業の進行をするんですよね。例えば担任の先生が、じゃあ自分で考える時間は何分がいいですか、3分ですか、4分ですか、5分ですかっていう、じゃあ子どもたちの意見を聞いて、じゃあ3分にしましょうかっていう、このプロセスって担任の能力が必要なわけじゃないじゃないですか。こんなものは子供だってできるじゃないですか。誰だってできるじゃないですか。じゃあその役割を担任が独占してる必要はないですよね。子供にあげちゃえばいいわけですね。子供にあげることによっていいことが2つありますよね。1つ目は子供の力伸びますよね。2つ目は担任の手が空きますよね。担任の手が空くっていうことはたくさんのことを見られますよね。この目の前のことに没頭しなくていいんでね。たくさんのことが見られるっていうことはいろんな問題が発見できるっていうことですね。この子が学力が伸び悩んでるとか、この子が何かこう体調が悪そうだなっていうところ、アンテナが非常にこう感度が高くなるので非常にいいと思いますね。で実際じゃあ空いた手で具体的にね、物理的に宮沢何をしていたのかって言ったら、その授業の準備してましたね。授業中なんだけれども、例えばなんか写真を貼ったりとかね、マグネット貼ったりとかってあるじゃないですか。なんだそんなことかっていうふうに思われるかもしれないけど、まあそんなことですよ。その授業がより円滑に進むための下準備っていうものをしたりしていましたね。まあ子供たちのことを見たりね、そういうこともあったりはしましたけども、とにかく担任の手をいかに開けておくのかっていうのが、より良い学級経営をしていく上では本当に大事なことだと思うんですよね。最後5つ目、15時退勤を目指すっていうことで、その辺の会議とかあればもちろん会議出席したりするけれども、そうじゃなかったらいる必要がないんですよね。でいる必要がないんで年休ね取って帰っちゃうっていうことですね。だから子供たちと一緒にさよならって言って、さよならって言って、先生もバッグ持ってそのまま職員室降りて年休届書いて、お疲れ様でしたって言ってこう帰っていくということですね。そうすることで心身がリフレッシュできるし、自分のやりたいこともできるし、明日への活力にもなるし、なんかでもあれですよね、こんなこと言うとそんなの良くないんじゃないか、ちゃんと決められた時間まで勤務することが大事だろうっていうふうになんとなく印象としてね思う人もいるかもしれませんけど、まあそういう人はそういう人でいいんじゃないですか。それ違いですよね。違いが分かっていいですよね。僕は時間で縛られるなんてまっぴらごめんなんですよね。きちんとやるべきことが、やるべき内容が時間内で収まっていれば、それが8時間じゃなくって6時間で収まってるんだったら2時間早く帰りましょうよっていうね、そんな風に僕は考えるのは嫌だし、そんな風に押し付けられるのも嫌だし、それを同僚に押し付けるのも嫌ですね。これがね、自分自身のこだわりとしてね大事にしていたっていうことですね。こうすることによって自分自身の心身の体調も整えるってことも意識していたし、子供たちのねメンタル不満があんまりたまらないように、むしろいい気持ちで学級で過ごしていくようにっていうのをこう注意を払いながらねやっていましたということです。で最後余談なんだけれども、他の同僚の目とか気にならないんですかなんてね、こんなこと言われることがあります。だってね、他の先生たち仕事してるのに一人でこう会議のない日は3時とかにもさよならって帰っていっちゃうわけだし、ね、例えば現役で働きながら YouTube の、ね、配信とかもしていたし、なんかその周りの目とか気にならないんですかっていうふうに言われることがあるんだけれども、気にならないって言ったら嘘になりますね。気になりますね。っていうかめちゃめちゃ気になるかもしれない、めちゃめちゃ気になるかもしれないんだけれども、周りの目を気にしてちょっとみんなと同じことをした方がいいかなっていう気持ちと、でも自分はこういうことをしたいなっていう気持ちがやっぱり両方あるんだよね。けれども自分として実現していきたい自分の夢とか、自己実現したいこととか、実現したい学級の姿とか、実現したい学年の姿、学校の姿っていうのがあるわけなんだね。それでやっぱりこれに関しては譲れないだろうっていうふうに思った時には、他の人の目が気になったとしても、自分がこれが自分はやっていきたいんだっていうふうに思うんだったら関係ないよね。周りの人がどうこう言われようとね、気にはなるけれども関係ないよね。自分の人生だからね、別にね、っていうふうに思ったりします。ただじゃあなんか
なんてごめんね、話長くなっちゃうんだけど、独裁でね、自分の好き勝手やっていったらいいのかって言ったら、多分好き勝手やって本当に好き勝手やってったら幸せになれないと思う、自分自身はね。だから自分自身が本当に幸せになろうと思ったら、目の前の人を幸せにしないと幸せを感じられないように人間ってなってるはず、なんかプログラムされてるような気がする。そういうふうにね、ごめんなさい、ちょっと話されちゃいましたけれども、まあ、結論から言ったら他の人の目は気になりますよ、当然気になりますということでございました。はい、いかがだったでしょうか。自分自身がこだわってね、学級経営をしていた部分もありました。多分今みたいな動画のテイスト、ちょっとエッジの効いた、いや俺実際こう思ってんだよっていうね、ちょっと本音の部分は、おそらく研究所メンバーシップで配信している割合が高くなってくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、今日の動画をご視聴いただいて、全然考え方違うわ、こいつムカつくわっていうふうに思ったんだったら、もうさよならでいいと思うんですよね。もう無理に一緒にいる必要は全然ないので。ただそうじゃなくて、ちょっと考え方近いな、似てるなっていうふうに思っていただいた方がいるんだったら、よければね、メンバーシップ覗いてもらえると、もっと楽しい関係をお互いに築けるんじゃないかなというふうに思っております。ちょっと宣伝になっちゃったけどもね、すみません。最後宣伝ついでにですね、今日8月これ多分20日の金曜日、土曜日ぐらいに配信してるかなというふうに思うんですが、今日の夕方の5時までですね、過去のウェビナーの授業の流れ基本の木っていう過去のウェビナーを限定配信、夕方の5時までさせていただいてますが、この動画夕方の5時に配信するんで、もう終わっちゃってるんですよ、終わっちゃってるんだけれども、ちょっと特別にですね、夕方の5時からてっぺんの12時、深夜の12時まで、7時間配信を延長したいと思いますので、この2学期のね、学習指導授業の流れの基本をもう少しちょっと見つめ直したい、確認しておきたいという方は、よければね、覗いてみてください。お待ちしております。いつもね、いいねやコメントいただいて本当に嬉しいです、ありがとうございます。この動画が気に入ったよと思ってくださったら、よければいいね押していただいたり、自分はこういうふうに思うんだとか、こういうふうに考えるんだってね、ちょっと気になるところとか、なるほどって思うところがあったら、ぜひねコメントで教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。またチャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひねチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら、また明日。